高田爪企画、私の愛したプロ野球選手ということで後半戦でございます。わーいということで、はい、高田爪さんは、館長でも含めて僕とは 5回ぐらい共演をしてるんでしょうかね。そうですね、うん、で、はい、そのたびにこういろいろな、うん、昔好きだった選手の名前をポロポロ挙げられてました、うん、はい、これをね紐解いていこうかなと思いましたそういう企画でございます。はい、そうですか、うん、あ、分かりました。でですね、はい、はい、おそらく一番幼い時に最初に好きになった選手は王選手だったんですね。はい、そうです。ジャイアンツですよね。はい、はい、王選手の時は何歳ぐらいだったんですかね。4歳ぐらいだったかな。4歳ぐらいだったですか。そう思います。おそらくその時はもうスーパーヒーローだったですかね。もう50本ホームラン王ばっかりの。そうです。その時の王選手を抱く印象なんてあるんですかいやもうなんか、うん、あの王選手を見たらドキ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 、うん、なんか幼い心に、はい、なんですか、うん、うん、そうですよ、かっこいいなってうん、確かに、うん、僕は残念ながらその現役時代の王貞治を僕は見たことはないんですけども、うんうんうん、話によるとね、うんうん、打ってほしい時に打ってくれると、うん、そうそうそう、あ、しかも大きなホームランである、うん、そうで鋭い、うん、スイングから大きな速い打球をね、そうスタンドまで掘り込むとそうですね、うん、いう印象でしょうかね。ね、王貞治なんていう人をウィキペディアで広げようとするとものすごいページ数なんですね、きっとね。結構ね、今ちょっと見てますけども、うん、そうですね、大きいで、実際選手として引退されたのは1980年、うん、ですからもうやっぱりでもだからね、だから残念ながら私はね、ザボさんにはその記憶がその鮮明な形はない。ただ僕ね、一個だけ覚えてるんですよ、うん、王貞治っていうか、惚れたら、うん、家にあったバスタオルがこの王貞治さんが達成した756号の本塁打を記念したバスタオルが、だから多分なんかどっかの業者が作ったんでしょうね。はいはいはい、その記念というか。読売新聞に違いないんですよ。読売新聞、なるほどね。うんうんうん。はいはい、はい、あったのを覚えてて、うん、で最初見たときにこの人は誰やっていうのは覚えてますね。ちょっとそっちください。もうないでしょう、さすがに。あとあとね、うん、そういったその偉大な選手として分かるの、最初見た時にはこの756って書いてて、この人は誰やろっていうのをなんか覚えてますよ。そう言われて僕も思い出したことが一個あって756号のホームランの記事の週刊ベースボールをこう広げて、で、はいはいはい、赤ちゃんか1歳か2歳かわからない僕の写真が確かあります、うん、へえ、親が撮ったんでしょう。ヤッターマンのおもちゃとそうそう、ヤッターマンのおもちゃとそのなんだ756号の週刊ベースボールのと一緒に写った僕の写真が、幼い1歳か2歳の僕の写真があったと。いいですね、そう、うん、時代を切り取ったというかね、それが分かるじゃないですか、場所はですね。ご両親が好きだったんですか、はい、僕のお父さんはですね、長嶋ファンでは、うん、ではあったんですけども、ずっと巨人ファンです。はい、うん、僕が巨人ファンになった理由の一辺も僕の父ですね。なるほどですね。私、はい、うんうん、商売をしてましてね、僕の実家は、うん、お酒屋さんしてましてね、ほぼ1週間休みなく働いてたと言っていいんでしょうか。ああ、大変だったですね。ただそう、野球、プロ野球の話になるとね、父は饒舌にいろいろ喋ってくれたのをよく覚えてますね。うん、はいはいはい。
じゃあですね、4歳の頃は王さんが好きでしたと。で、次は誰に行くんでしょう。4歳から、4歳ぐらいは、あの関西に住んでたので、関西に住んでたので、あの阪神球場によく行ってたんですよ。はいはい、あの阪神球場先生を見に、はい、で高野鈴さんのお父さんも巨人ファンですもんね。そうなんですよ。で、あと8歳くらいに、はい、あの福岡にあの父の転勤で、はい、あの福岡に来まして、はい、でそれから広島ファンになったんですよ。あら、あとそうですか、はい、広島、中日広島、中日広島、はい、中日広島だったかな、広島中日だったかな、になったんですよ。中日だと小松達夫が好きだったんでしょ。そうです。で広島は小早川武彦が好きだったんでしょ、と、あと津田常美、そうですか、もう亡くなった、はいはいはい、はい、ですね。炎のストッパーとか、わかりますよですね。小松達夫ってどんな印象があったんですか。あのガラスのエース。ガラスのエース？うん。怪我が多かったんです。そう。あ、そうでしたっけ？そうですよ。そうですよ。速球派の結構タフネスエースのような印象が僕にはあったんですけど、あ、怪我多かったでしたっけ？いや、怪我多かったんでしょうね。なんかみんなガラスのエースって言ってたような。言ってましたか。あ、そうですか。するんで。彦野さんは小松達夫か知ってます？いや、分からない。分からないです。で、今、今ウィキペディアをね見てるんですよ。ドラゴンズで。何て書いてあります？とりあえずドラゴンズで言うと、あのエースナンバー背番号が、ね、20番なんですよ。そうなんですよ。で、星野仙一から継いだのが小松達夫だと思うんですよね。そう。速球派の、あの本格派右腕だった記憶がありますね。で、その後に与田さん。与田、ああ、与田、今の中日の監督です、ね。そう。与田って20番でしたっけ？20番だったかな。ちょっと、今パッとちょっとわからないけど、あの与田さんがいましたね。で以前官庁亭で、高野鈴さんが小松達夫が好きだって言った時には、なんだっけな、月刊ドラゴンズを毎月買ってたって言ったのを覚えてます。そうなんですよ。これは小松達夫を取り寄せて、目安、取り寄せて、はい、なんか書いて出しては、なんか、あ、乗ったとか言って、いいじゃないですか。投稿を出してたってことですか。そうなんですよ。だからなんだろうな、いわゆるこう小松達夫への達夫へのラブレター的な感じのこと。そう。あらー。そうなんですよ。そうですか、少女の頃に。そうなんです。小学校4年生か5年生ぐらい。なるほどね。例えばどんなことを書くんですか。いや、もう覚えてないですね。思いの丈よ。覚えてないですね。あの試合のあの時のピッチングは震えましたか。いや、そういうんじゃないんでしょ。投げてる姿がかっこいいですとか、そういう印象でしょうかね。もうあの外見ですよ。外見。なるほどね。だから小松達夫も結構熱湯派というか、こう
闘志むき出しにして投げてた印象があるんです、僕からしたらね。そうですか、うん、だから津田常美もそういう印象でしょうかね。そうですよ、うん、ネットを張るんだね、津田常美はもう本当にすごかったですね、あれはもう本当にすごかった、はい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 、はい、なるほどなるほど、で、一転して小早川武彦になると、これは男前の選手ですよね。あれは顔に惚れたんですいわゆるこう甘いマスクのね、うん、そうですね、カープの4番バッター、だってあんまり、打たなかったでしょう。例えばなんか首位打者とか、ホームランをとかっていうイメージはなかったですけど、なかったですよね。ではあったではあったですよね。うん、4番だったんですかね。4番のイメージはありますけどね。あの顔だった。顔だったですか。顔だった。彦野さん小早川なんか知ってます？いや僕はね、だから今言われて誰かだったらこの前なんか。解説で出てあったなぁと思って、ああこの人この人っていうのがあります。今は NHK の解説ですかね。ですね。だから、そうそう、だからちょうど NHK のやつ見て、ああそれでそうそうそうと思って見てますね。ああでもね、その先ほどおっしゃられたその小松選手もそうですし、小早川選手もパッと見たら現役は長いですね。小松選手は17年、小早川選手は16年もされてるっていうね。すごい。結局その今ね、あの高松さんがおっしゃられたね、津田選手もそうですけど、そういった方でパッと一瞬でいいと思ったんですか、それともじっくり見ててその選手が好きになったの？ずっと見てて、津田常美にしても小松にしても投げっぷりはとてもあの気持ちのいい投げ方を、そうなんですよ、してた印象が、なんとなくあります、で小早川は晩年カープでこう、なかなか数字が伸びづらくなってきて、ヤクルトに行くんですよ。あ、そうなんですか。あ、知らないですか。そうそうそう、知らなかった、で、巨人はヤクルトを当時カモにしてましたね。へえー、はいはい。勝ってたんですけど、ノムさんが監督になった時に小早川がヤクルトに行って、カープで実力が出せなくなった小早川を巨人、あのヤクルトが拾った形になったんですけど、開幕戦で4番に据えましたね。3打席連続ホームランだったんです。へえ、そうなんだな。そう。で、あの当時開幕投手は巨人の斉藤正樹っていうサイドスローで、平成を代表する名投手と言われた選手だったんですけどね、3打席連続ホームランなんていう、すごいですね。しまったのをよく覚えてますよ。また小早川だと思ったんだよな、その時ね。ざまみろ。じゃあ、小学校の高学年ぐらいがこのカープのお二人だったということですよね。ですね。じゃあ中学高校ぐらいになると津田さん、小早川から、中学高校ぐらいは、もうちょっとプロ野球から外れて、なるほどなるほど、なんか他のことに、自分の趣味で、してたんですよ。何でしょうそれは。それはエレクトーンって言って、へえ、わかりますよ、エレクトーン、ヤマハの、ヤマハの大会に出て、大会、金賞まで取りました。金、金。というか金賞。福岡のチャンピオン。九州大会の。あ、九州の。九州のチャンピオン。
そっから全国大会ですか？うわ、すごいね。へえ、うん、九州の、うん、それはでエレクトーンだったらどんな曲を弾くんですか？うん、だから、うん、あの自分でアレンジして、うん、おー、作曲、うん、ですね、うんうん、僕の番組に作ってくださいよ。先生もいるんですけど、うん、うん、うん、へまああんまり言いたくないんですけどね、そのそういうことは。あ、そうですか。うん、今でもエレクトーンされるんですか？いや、今はしないです。あ、そうですか、うんうん、その代わり、うん、あの編集で、はい、パソコンで、はい、してます。あ、さっき 言ってられましたね、うんうんうん、CD の音楽をね、お仕事にされてるとかね、うんうん、そうそうそう、うん、僕ね、初めて高松部屋さんが共演した時は調理師だって聞いたんですけど、違う。あ、そうです。調理師も免許があって、今は音楽やってるんですか？栄養士です。栄養士、栄養士、栄養士、うんうん、栄養士、うん。栄養士の免許もありながら音楽もやってらっしゃるということですね。うんうんうん、おー、多彩ですね。いや、栄養士はあんまり使わないですね。あ、そうなんですか。あ、うん、そうですか。へ、あ、うん、じゃあ中高生の時代はこのエレクトーンに青春を捧げた、ね、うん、そうそう、そうですね、うん、じゃあ、うん、あれですかね、二十歳以降でしょうか、うん、そうですね、野球に戻ってくるのが、うん、その頃になるとも、うん、福岡にホークスが来てるんでしょうか。そうですよね、うん、忘れもしない、はい、1989年、はい、福岡、うん、ダイエーホークス、うん、誕生、ね、が来ましたね、うん、はいはいはい、はい、うんうん、これが1年目ですかね、ホークスの。そうですね、平和大球場ですね。そうですね、それからのファンです、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあこの時に好きになった選手は誰かいるんですか？うん、岸川です。あら、岸川選手です。はい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 、はい、当時4番バッターですっけ。いや、4番まではいかなかったのか。でもホームランバッター主砲ではありましたよね。そうでしたね、うん、なんか若田さんが言うには、うん、なんか、鴨の池、鴨の池、はい、うん、鹿児島の鴨の池球場、はい、今は違う名前になってるけど、うん、はいはいはい、そこでなんか、うん、バッターが打った、はい、ライト、あ、レフト、ライト、ライトから、多分岸川はレフトだったような印象もあるけど、ライトを守ったか、ね、こともあるかもしれないですね、うんうん、レフトの球を弾いてホームラン、うん、したというホームランアシストですね、うん、そうそうそう、それが、うん、なんかあったと。鹿児島での試合っていう話でしたよね、うん、そうですね、今年の、ね、4月16日に鹿児島でね、巨人対カープっていうのがあったんですけど、うーん、これ今の名前は平和リースっていう名前かな。あ、そうかな、そうですか、うんうん、今年から変わったんですよね、ネーミングライツでしょうね、あえて結構球場名前がコロコロ変わる時代になってしまって、うん、そう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 、うん、はいはいはい、どうでしたか、何が、巨人は巨人勝ちましたか。あ、この試合、カープの試合、うん、4月の話ですけども、うん、もう覚えてないですね。この、九州シリーズは1勝1敗で終わったと記憶してるんですけども、うん、熊本と鹿児島とでやったと思うんだけど、うん、どっちかで勝って、どっちかで負けてますね。ごめん、熊本はですね、なんかね、よく雨が降りますもんね、うん、そう、熊本はね。で、岸川は晩年は巨人に来て、うん、そう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 、うん、そうですよね、後にバッティングコーチとかしてたりしま
そうなんですよね。で、大英の時代も結構長くて、岸川の次もきっといるんでしょう。誰か。その後は、ちょっと長い間、プレークから遠のいて、はい、ですね。なるほどね。で、2014年の、はいはい、よう覚えてますね、東島で。はい、2014年のオリックス対、うん、おい、オリックス対、もうその頃はソフトバンクだったのかな、ですね、の最終戦、はい、最終戦で、はい、マッチ、はい、アツオが、はい、ライト前ヒットか、はい、センター前ヒットかなんか打って、うん、優勝を決めました、でそれでバズラのファンになりました。チーアンが18か19勝したぐらいの年ですよね、この年ね。違いましたっけ。チーアンって、あ、金子千尋、金子です。じゃなかったかな。で、比嘉から、はい、比嘉から打ったんですよ。比嘉投手から左のリリーフでしたっけ。そうなんですよね。で、比嘉投手もなんか打ち込まれて、で、その後なんか何年間か出なかったので、なんか心配してたんですよね。あ、じゃあ、彦野さんはこの頃はもうオリックスのファンだと思うんですけど、2014年というと。私もなんか見れてたり、ね、見れてなかったりする時期があったんで、ずっと追ってるってわけじゃなかったんです。なるほどね。でもただ、まあね、ウィキペディアを見たらそれで書いてあって、ああ、なんかそんなのなんかチロッと見たような気がするなっていう形ですね。はいはいはい、そうだったんですよ。なるほど。じゃあ、で、最近直近で撮った高野さんがご出演していただいた僕の番組では、シュートー君が可愛いって言ってましたね。あ、そうですね。なんかシュートー君ね、シュートー君が可愛いですね。シュートー君が可愛いのと、あとはホークスの先発の大竹選手が好きだって言ってましたね。大竹選手は私の、地元を、はい、なので、応援してます。なるほどね。あ、地元の英雄であると。なるほど。あ、じゃあどうでしょう、これが直近だとするならばですね、王貞治、小松達夫、小早川武彦、津田恒美、大江の岸川、それから、マッチで、シュート大竹と、1,2,3,4,5,6,7,8,8 名の名前が出てきました。いい漏らしとか、これは言ってみたいよっていう選手が他にあれば、うがいたいですが、こんなとこでしょうかね。あとは、今は日本ハムの西川、はい、ああ、春樹、は好きですね。ああ、爽やか系の、そうそう、はい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 、はい、それと、あとなんかセリーグはあんまりわかんないんですけど、はいはい、無理なさい、 DeNA の DeNA、 はい、DeNA の何ですか、人なんだ、今一番打つ人、筒子、 筒子、はい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 、筒子はなんか応援したいですね。へえ、なるほどね。あと、あと巨人の、はあの巨人います？誰だっけ、隼人君、あ、坂本、うん、はいはいはい、は
応援したいですね、うん、ああそうですか、うん、でもセリーグなんかめったに見ないんでしょうけど、うん、DeNA の筒香だったり巨人の坂本だったりは、うん、なんか印象に、あれか侍か、いやあのですね、うん、あの交流戦で、あ交流戦、うんうんうん、なるほどなるほど、もうすっごい応援で、はいはいはい、あの筒香は、筒香、うん、はですね、うんうん、で、あの隼人君は、はい、あの父の影響で、うんうんうん、うん、はいはいはい、うん、僕はよくツイッターで、うん、うん、高野娘さんと絡むんですけどね、 お父さんの機嫌が悪いとかね、機嫌がいいとかね、巨人 の、 試合のゲームの成績以下でね、そうなんですよ、家庭の、うん、空気が変わる、そうなんですよ、よくね、もう嫌なんですよね、絡ませてですよね、そうですか、わかりました、じゃあ巨人が強いとお父さんの機嫌がいいと、うん、お父さんの機嫌がいいと家族は、うん、うん、エーマンと、家は円満であると、うん、じゃあ巨人 ね応援してくださいねはい、というような僕はね、はっきり言ってこう ガールズトークとか女子会とかに参加したことはないんですけど、こんな話が女子会では出るんでしょうかね、違うんでしょうか、わかんないですかね、は、うん、は、うん、うーん、そうで、この番組でちょこちょこ言ってます、ガールズトークパーティーを企画中なんです、うん、でそう、あ、なんか言ってましたね、うん、なんかもうかもち、うん、あ、はもちさん、かもち、かもちさん、うん、かもちさん、かもちさんと、うん、もっちにさん、もしたもっちさん、はい、もっちにさんとはね、うん、もっちにさん、はい、うん、オンエアでは喋ってないんですけども、うん、僕裏側交渉で Facebook のメッセンジャーでしょっちゅうやり取りしてるんですよ、うんうん、そう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 、でもっちさんも聞き役でよければと OK を頂戴してますので、うん、あ、そうなんですか、うん、高野さんもこうご参加いただいてですね、あと何人かいたらいいですよね、うん、うん、バルさんとか来ないんですかね、ゴールデンウィークの時にバルさんと連絡がなかなかつかないって話をされてましたけども、そう、そうなんですよ。それ以降もつかないですか？いや、つくんですけど、うん、忙しいって。忙しいです。うん、忙しいですか。そうなんですよ。なるほど。うん、Facebook ではね、僕はバルさんの顔写真を見つけたので、うん、バルさんには友達申請してるんですけど、まだ受け取ってもらってないみたいで、うん、難しいですね、まだ、うん、まだ友達になってないんですけどね、うん、そうですか、うん、じゃあちょっと、うん、なんか他にも手広くいろいろ探ってみようかなと、だから、うん、今すぐって話じゃなくって、うん、オフシーズン、うん、そうですね、オフシーズン企画としてですね、うんうん、ガールズトークパーティーを開いてみたいから、いや、終わってからにもいいですよ、何が終わってからシリーズ、あ、ペナントレースが終わってから、そうそうそう、はいはいはい、うん、そのぐらいの方がやっぱりソフトバンクでしょってうん、で、こういうガールズトークパーティーをやるのであれば、うん、僕が司会じゃなくって、うん、司会元尾さん呼んでみようかなと思います。うん、どう思います？いいじゃないですか。元尾さんって知りません。元尾さん知りませんか？うんうん。ダメ元の話という番組でですね。うん、モテ塾ですとか。1980年とかですね。うん、あの方。うん。うんうん、女性の、うん、扱いがとても上手だと聞いたことがあるので、うもうプロだと思います、ね、プロだと思お父さんにこう、お父さんっておいくつですか、うん、お父さん僕と同級生です、42歳、
42歳。うん。ああ。僕の理想の MC 像でもあるんですよ。おお。僕、うん、元尾さんの真似しやがってとか、陰口で言われたら、狙い通りだと思うんですけどね。なかなかそこまでうまいこと言ってないんですけどね。うん、じゃあ、私、うん、元尾さんの真似しやがってって。言ってくれますか。うん、もうちょっと上手になっていかないでくださいね。わかりました、うん。はい。そうですね。はい。じゃあですね、鷹の爪企画、私が愛したプロ野球選手特集、うん、こんなところで、うん、いいですかね。はい、どうぞ。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはいはい、うん。ということでですね、さっきも言いました、ダメ元の話だったり、あるいは、うん、この間もカープキャストでね、この番組取り上げてくださったんですよ、ちらっと。おお、はい。うん。カープキャスト、はい、カープキャスト聞いてますよ。カープキャストでね、ラロッカさんですね、うんうん、ラロッカさんという方がですね、この番組を、聞いて、とても楽しかったって言ってくださって、うん、で、とても嬉しいなと思ってるんですけども、このね、番組名キャン中性っていうのがですね、うん、英語で横文字でなんか、洒落た感じに映るかもしれませんが、官庁亭のダジャレですからね、うん、これ、うん、うん、聞いてます。そうそうそう、だからキャン中性でもキャン中性でもなく、キャン中性っていうのが正しい発音ですのでね、うん、官中性、そう、官庁亭に寄せて発音してくださいねと、いうことを、はい、分かりました、うん、一言付け加えてですね、はい、今日の収録を終了したいと思いますけども、はい、わかりました。よろしいでしょうか。はい、お疲れ様。いい、はい、いいですか。はい、じゃあ、どうぞ。はい、本日の、前編はインタビュー会、琵琶湖ひこぬん会、後編は鷹の爪編の私の愛したプロ野球特集ね、2本立てでお送りいたしました。本日どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。はい、失礼いたします。はい。